さんこんにちは、今日のモデルさんを紹介したいと思います、はい、では、はい、自己紹介をお願いします、はい、長野県出身の香川玲子と申します、現在はボストンで照明デザイナーをしています。日本からボストンに移ったのが2002年で、日本では最初建築を勉強してました、うん、で2002年ってことも18年18年ですね、ボストンにいらっしゃるんですね、はい、でその後インテリアデザイナーをボストンで勉強でインテリアデザイナーデザインを、うん、インテリアデザインをボストンで勉強したんですけど、うんうん、その際に照明デザインがすごく気になるなと思いまして、うん、で照明デザインのことをいろんなことを調べていくうちに建築物にその光を使って息を吹き込むところが、うん、なんかその姿がすごく一気にね、うん、夜になると幻想的に浮かび上がると、照明の力って、私もステージに昔立っていたので、うん、照明の力は本当に、うん、大きいなっていうことをいつも感じてました。そうですね、でなんかその建築物の空間の中でも、うん、そのどんな照明にするかっていうことで生活が豊かになったりとか、もしくはすごくワクワクするスペースが出来上がったりとか、そういう照明のちょっとマジックなところに惹かれて、うん、それからずっと照明デザイナーをしています。今はスウェーデン・ファインシュテインライティングというところで、プリンシパルデザイナーをしています。主な仕事としては、建物の外観の照明を当てたりとか、あと、ロビーの照明をしたりとか、あともちろんオフィスだったり、ミュージアムだったり、そういうところの照明にも関わっていただいてます。いつも玲子さんはね、そうやってこうビルディングとか人の住んでる空間とかに彩りを与えているんですけど、言うなれば裏方ですよね、デザインは。そうですね、はい、でも今日は表に立っていただいてモデルさんとして、はい、楽しみです。どんな成功マジックに変わるか私も楽しみです。ね、どう変身するか、はい、楽しみにしてます。では行ってみよう。お願いします。はい、
ごく緊張してます。本当緊張しなくて全然すごい緊張してる。大丈夫。そう、タチアナもすごくディレクション上手なので、はい、もう今日は楽しんでください。ありがとうございます。じゃあちょっとちらっともう一回前を開けてもらっていいですか。はい、こんな感じです。